国鉄虎7万系貨車島原鉄道虎700系客車平成築法鉄道虎7万系客車平成築法鉄道虎7万系客車は1997年に日本国有鉄道虎7万系貨車から2両が改造され2008年まで島原鉄道虎700型として使用された後2009年に 平成築法鉄道2条とされた、文字港レトロ観光線と六個列車用の客車である。2004年以降休止されていた鹿児島本線、文字港駅外ヶ浜駅間と、北九州市が保有する、田野浦公共臨港鉄道外ヶ浜駅、田野浦駅間の一部を観光用列車の走る特定目的鉄道として活用することとなり、島原鉄道から虎700系2両を購入し、 改造の上トラ7万型として充当した。牽引用として、南阿蘇鉄道で DB16 型に代替され、日鉄運輸に売却されていた機関車を DB10 系機関車として合わせて購入している。導入にあたり、トラ7万型は窓、乗降用扉取付や座席交換などの改造を受け、車体塗装は機関車ともども濃紺となった。島原鉄道では、 無害化車だった国鉄トラ7万型をトロッコ客車として転用するにあたり、車体全般が申請された。高さ 825mm の壁が4面に設けられ、12本の柱で鉄製の屋根を支えている。壁の上部には転落防止のため床面から 1060mm と 1335mm の位置に保護棒が設置された。妻部には、 た車両と行き来するための貫通路が設けられた平成筑区鉄道では雨天時にも使用できるよう窓が取り付けられるとともに乗降用の扉が新設された平成筑区鉄道では座席テーブルが交換されトラ700人には車椅子スペースも設けられた北九州市が観光客の回遊性工場文字構築での滞在時間延長を狙い 約2キロメートル離れている文字の2つの観光地、文字港エリアと若目狩りエリアを結ぶ観光ルートとして、2004年以降、休止されていた鹿児島本線文字港駅、外賀浜駅間と北九州市が保有する田野浦公共臨港鉄道外賀浜駅、田野浦駅間の一部を観光用列車の走る特定目的鉄道として活用することになった。この観光用列車用として、 島原鉄道虎700系、客車2両を牽引用の南麻生鉄道 DB10 系2両と共に購入したものである。2009年4月26日から潮風号として運転を開始し、年間約130日、1日10往復が運転されている。ありがとうございます。